トマコのホットニュース。こんにちは、トマコです。毎日暑い日が続いて、いよいよ夏本番ですね。皆さんはこの夏何をして過ごされる予定ですか？トマコは山へ行ってみようかしら。素敵な景色を見た後はやっぱり温泉で癒されたいわね。さて、今回は花の宿福寿さんからホットなニュースをお届けします。最初のニュースは第24回福井県市町対抗ゴルフ大会の話題よ。今回の新町対抗ゴルフ大会は、今年開催される福井幸せ元気国体ゴルフ競技のプレ大会と合わせて、あわら市の越前カントリークラブで行われました。プレ大会とは、国体本番前に同様の競技会を開催し、競技会運営能力の向上を図ることを目的としています。競技委員や運営スタッフ、ボランティアスタッフの動きなどを確認し、本番に備えるのよ。新町対抗ゴルフ大会は、福井県内16の市と町を代表した総勢136名が参加し、チーム戦と個人戦で競います。あわら市からも A と B の2チームが参戦しました。あわらチーム頑張れ。競技が終了したら、お互いのスコアをチェックして大会本部に報告します。運営スタッフの動きもいい感じ。これなら福井国体の本番も安心ね。いよいよ表彰式です。チーム戦の優勝は大井町 A チームでした。おめでとうございます。おめでとうございます。あわらチームは惜しくも3位でした。おめでとうございます。そして個人戦の結果は、男子個人の部優勝、荒木和幸。荒木和幸さんでした。荒木さんはチーム戦と個人戦の2冠達成です。すごいわね。おめでとうございます。今回の新町対抗ゴルフ大会では、福井国体のゴルフ競技出場推薦の参考になるそうよ。もしかしたら今回の成績上位者の中から福井国体への出場が推薦されちゃうかも。そうなったら、今度は福井代表としてみんなで応援して福井国体を盛り上げましょうね。さて、ここからはいつものようにあわらの誇る温泉宿をご紹介します。今回ご紹介するのは花の宿福寿さんです。玄関を入るとすぐに出迎えてくれる飾りは、季節ごとにおかみさんたちが心を込めて飾っているそうよ。とても華やかね。福寿のお湯は温泉療法医が勧めるお湯、名湯百選にも選ばれた良質なお湯です。源泉温度45度なので、加温することもなく純正の温泉が堪能できるわ。泉質は弱アルカリ性で、小さなお子様にも安心だそうよ。湯上がりにはすべすべ美肌になるんですって。これは嬉しいわね。
お部屋は全室ゆっくり過ごせる和室よ。温泉に浸かって癒された後はたっぷりくつろぎたいわね。おすすめの宿泊プランは目的に合わせていろいろあるから、きっとぴったりなプランが見つかるわね。福寿の良質な温泉に浸かって心身ともにリフレッシュしませんか？続いてのニュースは、美しい自然を感じながら行われた風谷峠ファミリー登山の話題よ。風谷峠ファミリー登山は標高568メートルの剣ヶ岳に登り、お隣石川県加賀市の風谷村までを歩きます。今年は天候にも恵まれ、あわら市内外から86人が参加しました。主催の悠々と輝く市民の会の会長を務める佐々木市長の挨拶が終わると、いよいよ出発です。今回は登山口のある清滝ダムまでの 1.2 キロの林道をウォーミングアップを兼ねて歩きます。十分体が温まったところで準備体操です。それでは怪我のないように頑張って歩いてくださいね。まず一行は堺市との市境剣ヶ岳の山頂を目指します。慣れない山道ですが、景色も良くて気持ちよさそうに歩いているわね。まだまだ道のりは長いわよ。みんな頑張って。展望広場に到着しましたよ。さすがに皆さんちょっと疲れてきたかな。山頂からはあわら市と堺市の平野が一望できてとても綺麗ですね。こんな景色を見たら疲れも吹き飛んじゃいそうね。さあ風谷村に向けて出発しますよ。風谷峠は急な下り坂が続きます。実は上りよりも下りの方が大変だったりするのよね。もうすぐ風谷村に到着です。風谷村に着くと旧風谷村の住民の皆さんが出迎えてくれました。冷たい飲み物や手作りの豚汁も振る舞われました。ようやく皆さんの顔に笑顔が戻ってきましたね。本当にお疲れ様でした。あわら市からは見学若葉太鼓の皆さんが力強い太鼓を披露してくれました。登山は今回初めてだったんですけど、またちょっと登ってみたいなって思いました。辛かったですけど、頂上に登った時の爽快感は すごい何物にも代え難いものでした。参加してよかったと思います。初めてだったんですけど、まあすごい楽しかったです。でも大変でした。もうみんなね、親切で、福井の方から来ましたけど、いい経験です。また会ったら来たいです。よかった。これ恒例なんやね。毎年やってるんでしょう。また参加させていただきます。もうやっぱり一年中一番きつい行事やね。下がりから何もかも入れると。これ2週間前下がりしてるんでね。我々が下がりして皆さんに会う、
綺麗に座敷できるように道作って歩いてもらってて、これやっぱり一番きついね。なるべく長いこと元気な、私の元気な間はこういうふうなことを続けてるなと思います、はい。歩き終えた皆さんの達成感に満ち溢れた笑顔はとても素敵でした。来年は皆さんも参加してみてはいかがですか？とっても気持ちいいですよ。今回は第24回福井県椎町対抗ゴルフ大会および福井幸せ元気国体ゴルフ競技プレ大会と風谷峠ファミリー登山の2つの話題をお送りしました。では次回またお会いしましょう。